デュアルスクールは地方と都市の二つの学校が一つの学校のように教育活動を行うことができる仕組み、制度のこと。2016年に徳島県教育委員会が始めた事業である。2021年7月21日時点、長野県塩尻市や秋田県でも類似の制度がある。いわゆる里山留学、山村留学との大きな違いは、一住民票の移動なしに、 滞在先の学校に通学可能、二数週間数ヶ月の比較的短期の通学が可能な点である。以下、デュアルスクールは、区域外就学制度を利用して、住民票のないエリアの学校に通学できる制度を指し、徳島県が推進する仕組みは、徳島県型デュアルスクールと記す。デュアルスクールとは、地方と都市の二つの学校の行き来を容易にし、 双方で教育を受けることができる新しい学校の形である。現行の学校教育制度では、二つの学校に席を置くことは認められていない。そこで、デュアルスクールは、区域外就学制度を活用することにより、都市部に住民票を置いたまま、保護者の短期居住に合わせて、地方の学校に学籍を移動させる。地方と都市、双方の教育委員会の間の合意があれば、 健康手続きを簡略化して、二校間の移動が容易となる。学籍を移動させているため、受入れ学校での修学期間も、住所地の学校では欠席とならず、受入れ学校での出席日数として認められる。徳島県型のデュアルスクールは、一年間に複数回の行き来も可能としている。徳島県型の場合、受入れ学校には、非常勤の デュアルスクール派遣講師を配置し、当該児童生徒の学習や学校生活の支援を行うとともに、都市部の学校との連絡調整業務を行う。秋田県の場合、全国学力テスト成績上位上連携であることに、ちなんで、教育留学長期留学があり、滞在期間を1週間から1年未満で設定、地域性と学び体験に特色のある内容を体験できる。また、 短期チャレンジ留学といって、他地域と比べて、夏休みが短く、冬休みが長いという期間を利用して、あらかじめ県が期間を指定した、デュアルスクールがある。長野県塩尻市の場合、国内短期留学という名称で募集。滞在期間は1ヶ月以内、1年間で、各クラス1名までの受け入れが可能。2013年に、徳島県南町に初めて、 サテライトオフィスを開設したセキュリティ関連ベンチャー企業の代表、吉田元春が、半 X 半 IT という新しい働き方を提唱。自身の二拠点居住を継続しつつ、家族生活とを両立させる方法を探った。セキュリティ関連ベンチャー企業のサテライトオフィスがある、南町へ本社を移転し、パブリックベンチャー企業、株式会社愛を設立した後、吉田は、 児童が都市部と地方療法の自治体の学校を行き来しながら義務教育を受けられる仕組みを着想。吉田から徳島県知事に構想を提言し、然るべき過程を経た2016年に徳島県教育委員会によるデュアルスクール実証事業が開始された。2016年10月に体験者第1号となる東京の一家族が 徳島県南町立日和佐小学校にて開始後、2017年度に他の家族含めた6回、2018年度に4回、2019年度に新たに4回と、これまで累計7家族15回がデュアルスクールを体験した。2016年には秋田県でも区域外就学制度を利用したデュアルスクール長期留学短期チャレンジ留学の募集を開始。 長期留学では延べ44人、短期チャレンジ留学では延べ303人の参加児童が集まった。2016年12月に閣議決定された町、人、仕事創生創造戦略において地方への移住に伴う子どもの就学手続きについて区域外就学制度が活用できる校と周知することが明記される。これを受け2017年7月に 文部科学省初等中等教育局より地方移住等に伴う区域外就学制度についてが各都道府県及び各指定都市の教育委員会へ通達された。この通達は区域外就学を利用する理由として地方への一時的な移住やに地域に居住するといった理由も相当と認めるべきといった記載が含まれる。2019年4月には 長野県塩尻市が国内短期留学としてデュアルスクールを開始。地元の産物を多く使った基礎湿気で食べる自公給食や積雪の多い長野県ならではのスキーやスケート教室などが体験できる。2021年4月にはデュアルスクールなどの複数拠点にて学ぶ環境を全国に広げることを目的とした一般社団法人未来の学校が設立された。 地方と都市の交流人口の増加による地方創生と少子化への対応、子どもの豊かな体験機会の提供の視点から地方と都市の学校を結ぶ教育環境を創造することによって地方と都市それぞれの良さを体験することで、双方の視点に立った多面的な考え方のできる人材を育成するとともに、日地域居住や地方移住を促進することを目的としている。 都市部と地方、双方のニーズに応え、に拠点居住、地方移住を促進する。対象児童保護者受け入れ学校、児童生徒受け入れ地域受け入れ学校のある地方自治体により、対象条件が異なる。デュアルスクールでは、徳島県の豊かな自然の中で身をもって体験する、昆虫や植物の観察や、地域の住民の協力を得て実現する歴史や、 地場産業について学ぶ総合学習する。これら都市部では特別な行事になりがちな体験も気軽により身近なものとして学べる学校生活を都市部に住みながら試すことができる。デュアルスクールでは事例を重ねるごとに多様な価値観や多角的な視点を育めたという感想が利用者から多く聞かれるようになっている。そして同じ感想は 関わる地元の子供たちや保護者にも広がってきている。デュアルスクールとは都市部と地方が協力して作る子供たちのための貴重な学びの機会だと徳島県は考えている。事例1例えば1年に2度の運動会は学校生活という日常の中で今までとは少し違う体験ができる象徴的な出来事の一つである。運動会は東京の在籍校では 毎年5月にデュアルスクールで訪れる海洋町の失縮小学校では毎年9月に行われている。それを見越して利用期間を決め家族で年2回の運動会を楽しんだというユニークな事例がある。時代とともに多様化するライフスタイルにも寄り添う新しい学校の形の一例である。事例に多様な価値観を育むもう一つの日常の事例。 南町立日和佐小学校では2018年末までに6事例のべ7名の児童を受け入れた。当初地元の子供たちからは東京の方が面白いんじゃないのどうしてくるのとの疑問の声も上がっていた。子供たちの間では生活の中のちょっとした当たり前の中身が違う。異なる環境で育ったため思いがなかなか伝わらず向きになって クラスメイトとぶつかったこともある。やがて子供たちは違うのも当たり前ということに気づき始める。違うことイコール悪いことではなく、新しいものの見方、考え方が身につくチャンスだという捉え方をするようになる。秋田の子供たちが将来自立した社会人として県の内外においてふるさとと関わりを持ちながら、 自らの志や目標に向かって明るくたくましく生き、ふるさと、そして社会を支えていく、そのような姿の実現を目指します。ありがとうございます。